の東岡です。好きな構成は一番最後 の、 白羽取りのところで足で挟むやつが自分は好きなところです。3点倒立の方です。序盤では今回は自分のやるべきことはちゃんとできたので、ジャパンでもみんなをちょっと笑いと感動ができる演技をしたいと思います。と2年生の前山直樹です。と好きな構成は自分がこうめくるところがあるんですけど、やっぱりセクシーな自分の姿を皆さんに見てもらいたいと思います。それでジャパンでは今回すごい自分でもやりきったとは思うんですけど、もっとレベルの高い今こんな状況ですが、すごい見てくれるいろんな人が笑顔になってくれるような完璧な演技を披露できるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。2年の福田駅です。自分が組という大技をするんですけど、それをやっぱりみんなに見てほしいです。ジャパンの抱負は、ちょっと今日の試合の前にちょっと怪我をしてしまって、ちょっとタムリングがちょっとできなくて、まあ、悔しかったので、ジャパンではちゃんとしっかりとした演技をできるように頑張りたいと思います。1年の太鼓真宏です。と好きな構成は愛希先輩が組でカメハメハを打つ前にオスオラゴクというところの自分のするところが気に入っています。ジャパンの抱負は、今回はみんなが万全な状態なかったので、万全な状態で臨んで観客がいなくてもいろんな人に笑いや感動を届けられる演技をしたいと思います。個人でジャパンに出た時の抱負は、今回はリングとロープがミスが多かったので、4種目すべてノーミスでまとめられるように演技をしたいと思います。1年の深夜亮大です。好きな構成はバブリーダンスのところです。ジャパンの抱負は、自分は倒立が苦手なので、倒立をしっかり止めてノーミスの演技をすることです。1年の深夜正大です。好きな構成はコースアートにあるライズアップで、自分が真ん中で一番目立つところなので、一番そこが。ジャパンの抱負は、自分で今回納得する演技ができたんですけど、ジャパンでも観客のあれ笑いを取れるようにしっかり頑張りたいと思います。鹿児島実業高校3年の吉田目タイムです。自分の演技のこだわりは、手具操作が得意なので、できるだけ手具を止めないで動きながら演技するように心がけてます。ジャパンでは今回は全種目ノーミスができなかったので、全種目しっかりノーミスで決めて、いい形で終われるようにしたいです。団体は今までの総集編っていう形になったので、自分としては今まで見てきた先輩方の演技を自分が演技するっていうことで、全ての動きが自分にとってはお気に入りな部分で、先輩たちの動きに近づけるように自分でも努力していたので、自分にとってはすごい大切な演技になりました。